峰の雪は北国の長い冬ごもりが間近に迫っている知らせである。炭を焼いて暮らしを立てている山の人々はやがて雪に閉ざされ、町との行き来ができなくなる前に炭を出さねばならない。2メートルを超す雪に埋もれる長い冬の生活に備えて山の人々は忙しい。厳しい寒さをしのぐ焚き物の蓄え、家々の門口には冬の間の野菜を生けておく藁作りの室が作られている。雪囲いも最後の仕上げ。学校の校庭には雪の積もり具合を調べる5メートルもある積雪表が生徒たちの手で立てられる。毎年のことだが、またこの冬も積雪表を半分以上もうずめるほど雪が積もるのかと今更のように見上げる。足早にお構いなしに雪を持ってくる。しんしんと降り始める雪、春まで消えない寝雪の降り始めは、少しでも多くの仕事をしておかねばならない山の人々の心をせかせる。山から平地へ、平地もすっかり雪にうずまる。燃料を運ぶトラックが村から町へと走る。半年を雪に閉ざされて野外の仕事ができない雪国の人々は、いろいろな副業をして暮らしを立てねばならない。水田のあるところでは草履表を作ることが盛んである。材料の藁を干している。この頃、冬物の大売り出しの宣伝カーが収穫後の農家の財布を目当てに
賑やかに里から里へと乗り込んでくる。ご空港中の皆様、ご家庭の皆様、こちら山形商工会でございます。ただいま当商工会におきまして年末年始の大特売を行っております。良い品、安いお値段、しかも在庫豊富と三拍子揃った当商工会推薦の商品をぜひお買い求めくださいませ。昔からこの地方では年末年始に町で市が開かれる。近郷近在の人々が集まり、長い冬ごもりをするためのいろいろな品物が売買される。市はまた雪に埋もれた長い生活をする雪国の人々にとって楽しい息抜きのひとときでもある。雪は来る日も来る日も降り続く。人々を半年も雪の中に閉じ込める北国の冬。人々はそれだからなお一層暮らしのために励む。雪をついて通勤する人工場の労働者。将棋の駒作りなどの内職をする下町の人々。
この地方の平地の農家では農閑期には藁で草履表を編む。草履表作りは子供まで手伝えるので一家総出でやる。工賃は安いが材料が藁で自給でき、冬中休みなくやれるのでどこの農家でも作っている。編み手は婦人である。冬の間青年や体の達者な者は東京や静岡方面に暮らしを助けるために出稼ぎに行く。だから冬の農村の仕事もやはり婦人の方にかかってくる。その草履表を買い集めていく仲買人。婦人たちにとっては冬の炊事はことにつらい。水利の不便なところでは朝夕共同井戸に水汲みに行く。この地方では近頃タバコを作る農家が多くなった。繭の値段が変わりやすいので養蚕より決まった金の入るタバコ作りに切り替えたのである。雪の降る頃はタバコの最後の仕上げの時である。決められた期日に専売公社に納めるために繭を遅くまでかかって何万枚もタバコの葉をのす。タバコの葉のしの仕事の中心もやはり婦人である。一枚一枚のしていくタバコの葉には春から一年がかりの苦労がこもっている。
冬に幾日とはない雪の晴れ間のひととき、雪の下で人々は黙々と暮らし続ける。だがそこには厳しい雪国の生活を少しでも暮らしよくしようとする工夫や努力が重ねられている。この部落では10軒ぐらいずつ組になり、共同で電気井戸ポンプを取り付けて家々に簡易水道を引いている。雪の中を水汲みに出る苦労もなく、また流れの水を使うような不衛生なこともない。婦人の苦労の一つが救われている。もう雪に埋もれて帰り見られないかつての鶴瓶井戸。部落のあちらこちらに見える給水塔、そして電気井戸ポンプの軽快な音、またある部落の農家では主な働き手が2人なので仕事に追われがちである。そこで燃料に電熱を使っている。いろりを思い切ってやめて火鉢に電熱器を入れ、かまどにも電熱器を使っている。労力が省けるばかりでなく、いろりのように部屋は煙らず、いつも清潔で気持ちがいい。風呂にも投げ込み式のヒーターを使い、火の具合を心配することもなく、時間が来ればお湯が沸いている。こうしたことも少ない家族の労力をできるだけ生産に振り向けようとする一つの工夫である。一毛作で、しかも耕地の少ない、養蚕も思わしくなくなっている雪国の農家の中には、酪農で多角経営をして生活を切り開こうとしている人々もある。しかし酪農も苦労が多い。真夜中にも乳を搾る。乳搾りにはたくさんのお湯がいる。この家では電熱による温水器でいつもお湯ができている。絞った牛乳は井戸に朝まで冷やしておく。乳
を絞ると朝の飼料を作る。夜が明けると牛乳缶を背負って収乳場へ持っていく。雪国の人々は雪の下でつつましく自分たちの生活を少しでも明るくしていこうと努力しているのである。冬の初めに校庭に立てた積雪氷が雪に半分以上も渦まっている。次の時代を担う子どもたちも雪にめげず勉強している。この山の学校では先生や父兄が力を合わせ、文化から遠く離れている子どもたちに山の自然を生かして僻地の生活を豊かにする教育をしている。例えばクラブ活動ではイワナとマスを交配して新しい魚を作っている。川下にダムができ、魚が上がってこなくなったので新種の魚を作って川に放そうというのである。今イワナとマスを交配した卵が帰り始めている。かわいい稚魚を見つめる子どもたちの描く夢は故郷の川に羽を泳ぐ魚の姿である。また山の動物や植物を観察し研究して、自分たちが捕らえた虫や鳥や獣、そして父兄たちが持ってくる山の獲物で剥製標本を作っている。こうした勉強の中で生物はみんな楽しく生きています。何の目的もなく生物を苦しめないようにしよう、生物をよく理解し可愛がりましょうという、この山の学校の合言葉を身につけていく。子どもたちの作った標本は生きている姿を愛情深く捉えている。キツネ、フクロウ、リス、
ムササビ、タカ、カモシカ、クマ、テン、ホシガラス。この教室を郷土室と名付けている。今、動物の研究班は山根を観察している。冬眠している山根の呼吸を数えている。こうした生き物を愛し自然を愛する心は生まれた土地を理解し自分たちの生活の未来を開く力を養っていくでしょう。子供たちに負けず、山の人々も雪山に入って、伐木や木出しに精打している。たくましく生活と取り組んでいる。生活を望んで絶えず努力している雪国の人々は知っている。冬はどんなに厳しく長くとも必ず春は来る。